はい。はい。からの、戦技戦技よし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 。ええー、ペラペラなんだけど、戦技。いってめっちゃ強い。なんだこいつ、読めない。なんて書いたんだろう。さあ、今日はですね、前回の続きからやっていくんですけども、こちら、ちょっと暗くてごめんなさいね。これエリアが暗くて。鹿がいる。こちらの FF7 クラウド張りのね、バスターソード級の武器を使っていきます。じゃあまずはボンファイアリット。ちょっと明るくなるかな？はい。前回倒したモグモっていうボスの、なんかあの頭についてたプチが、これ捧げられるシーンでちょっと捧げてみます。はい。これ返すとどうなんだろう。返すとどうやらね、回復ですよね。エストビンがなんか増えるみたいですね。1増えました。上に気をつける。でも君ならできる。暗いな、このエリア。鹿がいるな。これ本物の鹿？え？これ何？ハリボテや。鹿のハリボテ。これ強いのかな、この武器な。ちょっと今日はこれ使っていきますね。暗いね。もしかしたら、うわ、わかった。光ってない？光ってる。うわ、バスターソード！超強いじゃん、バスターソード。バスター、強いな、バスター。バスター強いですね、いいですね。ただ、油断はできない。とりあえずね、思い出して、お、リスの、ハリボテですね。これも、リスのハリボテ、足元ね、足元。リスの、ハリボテです。はい、ハリボテが多いね。まあ、セットなんでしょうね。こういうなんか気味の悪い森みたいな。めっちゃ暗いんだけど。もしかしたらみんなの、なんだ？おお、わざ？みんなの画面はちょっと明るくしてるかもしれないです。僕は暗いです。やってる僕は暗いと思ってください。めっちゃ暗いんだけど、マジで。なんかね、落とすんだよね、さっきから足音が。なんか罠が仕掛けたのね。トラップがありますね、多分ね。全然食らう気配はないけど。こう思い出すがありそうだなぁ。ゲット。お！奉仕の剣。ちょっと待って、これ敵ね、これ。これ敵じゃない？違うの、これ。違うんだ。電気が消えてるってことね。これは一本道っぽいですね。とりあえずちょっと奉仕の剣は後で見ますね。ちょ、こっち行こう。お、アイテムがあるんだ。これ多分上が純度だから、下をちょっと迂回して、ん？お、びっくりした！いやいやいや、後ろ取られたんだが、スタブ取られた、バックスタブ。うざ。バステ！オッケー。強切り。今の強切りです。強切り出ました。ブレイバーも出ますよ。ブレイバーもそのうち。ブレイバー！惜しい。ブレイバー惜しい。強攻撃は？一瞬ですね。縦振りだから使いやすいね。ローリングからは？お、ローリングからも縦振り。なんだお前は。おい、舐めてんのかお前。来れ！オッケー。なんだ？なんかあんのか？忍耐試し、忍耐試しって何なのこれ。アクセス。ガードしていこうかな。これガードできるっぽいから、ある程度。今んとこもう下は何もないのかな。あ、来た。後ろ来た。取らせねえ、後ろ。行った。やるじゃねえか。ブレイバー！ドーン！オッケー。めっちゃ強いね、ほんとに。あ、なんかアイテムあるぞ。これ怪しいな。金のコイン。めちゃくちゃ金のコイン。なにこれ？なんか使うの？ショップみたいなものはないですね、このゲームには。何に使うんだろう。まあ、とりあえず上行こうか。ちょ、回復しとく？危なそうだから。回復。お、人が死んでるね。用紙の操作トークン。ん？なんかこの、くちゃくちゃって音なんだ？ん？クリスタルを灯す。灯します。はい。用紙の操作トークンを使った。あ、これでクリスタルを使えるんだ。で、何なの？で、何？で、壺を割るのかな？壺割っていくわ。はい。特に意味ないですね。ん？どうすんだろう。明かりをつけると何か、あ、なんか上に行けるようになってるわ。なるほどね。道ができたんだ。多分今ので、こっちが行けるようになったね。
こうやって明かりをつけて、多分進めるようにしていくのかな。いないあれ。いるよね。いるよね、スナフキン。スナフキン。こいつの罠だったのか。おめ。おいおいおい。ずるくない？上の買ってきて頭叩いてくんの。シンプルにずるいと思うよ。あ、なんかあるぞ。これあれじゃない？NPC ルームじゃない？はい。ますます自分のことを話してるじゃないか。おじさんね、愛情は隠して。NPC ルームありましたね。セーフルームっぽいな。仲いいね。なんだなんだ！来た来た来てた！来た来た！オッケー。こいつよく来るな、ほんと。いろんなところでこいつ侵入してくるんですよ。危ね。そういうこともできると。ブレイバー！うわ、強っ！嘘だろ、こいつ。回復。お前も両手か。はい。はい。はい。からの、戦技！よっしゃ、一発でいった！強っ！戦技強くね？これ、競技だな、これ、まさに。オッケー。なんだ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 。なんかパタパタ落としてんだけど、これどこだ。全然関係ないとこ来たな、これ多分。なるほど。もう一箇所道があったんだよな。どうしようかな。あ、ここシンプルに行き止まりだった。なるほどね。ちなみに奉仕の剣はね、ちょっとソースっていう魔力が足りなくて持てませんでした。じゃあこっちを進むしかないと。順路右は広大だから、ちょっと左から行ってみるか。うわ、いた。うわ、なんか強そう。なんだ？骸骨だ。ブレイバー。いやー、マジ食らっちゃうな、なんか。相手を硬直させるけど、2発目が遅いから、食らっちゃいますね。1でローリングかな？あ、1ローリングがいいかも。食らうね。回復あと3つしかないからな。ちょっとしんどいですね。とりあえず進んでいきましょう。これはなんだ？体にナルトがくっついてるな。ラーメン好き？ラーメン好きがいっぱいいたみたいな感じ？さて。なんか思い出すがどっかでありそうなんだけどな、これな。うわ、来た！あぶね。なんだあいつ通り過ぎてったぞ。どこ行った？あれ消えた。え？消えたんだけど。これか？あ、やっぱり、変身してる！パネルに変身してんだ。ちょっと待って、前と後ろ分かんなくなってきた。こっちから来たんだっけ？このナルトだよね。あ、こっちだ、こっちだ。やば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 。変身してますね。なるほど。動物のパネルはちょっと偽物だと思った方がいいかもね。くれー、マジで。マジ暗いんだけど。いた。変身するぞ、いつも。多分。おー、来た。うわ、骸骨だ。はい。からの、ローリング。はい、ボブツ。これがいいね、これがいいね。はい。当ててからヒットアンドウェア。これ敵じゃね？違った。これじゃないってことはどっかに隠れてるな、あいつ。来たな。ヒット。ローリング。ヒット。え、なんでなんでなんで？うっそ。ヒット。オッケーオッケーオッケー。なんで今当たんなかった？ちょ、暗いから見えないんですよ、距離感が。なんか、なんか上から撃たれなかった。うっぜ。なんだ？なんだよ、あいつ、マジで。よしよし。よしよし、降りたな。降りたな。来いよ、おら。おら。OK、潰していく。もう一発だけ耐えれるか、回復。ゲット。奉仕者の盾。この多分魔力だろうな。やばい！いやー、やばい。まずい。回復入れろ、回復入れろ。逃げてない。これか。うさぎに化けてやがった、オッケー。いや、なかなか厄介だな、こいつらな。化けるとは思わないな。方向がわからない。とりあえずこう上行ってみるか。一旦上ね、一旦上。来たな。くそ、誰こら。いて！なんだこの、なんか特殊効果食らってるな、これな。どこにいんの？そこか。やってくれるじゃん。
クソだ。オッケー、手裏剣落とし、来いよ、おら、おら、オッケー。やばい、回復やばいぞこれ。普通にこのゴルフボールみたいな状態以上、何なんだこれ。あー、照らすか。オッケーオッケー、よし、照らそう照らそう。これ照らさないとダメ。アイテムが一つ足りない。なるほど。あー、なんとかのあれが足んないのか。なんとかの短縮なんとか足んないんだ。うん、それを持ってここへ来なきゃいけなかったんだな。身近にあるとか。これ意外と壊れないんだな。なんか入ってる気しねえけどな、これな。一応壊しておくけども。多分入ってないな。うん、これ裏は何もないと。通れもしない。さっきの隠し道っぽいとこ行ってみるか。この下な。ここね。ちょっと待って、これなんだ？何書いてある？前方に右。前方に右。お！ほんとだ。ここにも NPC ルームあるわ。重要な NPC の記憶。あ、これ NPC ルームの方に行く道だったのか。隠し扉でね。隠しっていうか、草で隠してあって。これなんかショートカットくせえな。どこに行くんだ？下か。はい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 。NPC の脳を貫け。あー、これあれだ。これ入り口のとこじゃない？ほら。ほらほら、一番最初のとこ。よし。これは美味しいね。まあ、と言いつつも進んでいかなきゃいけないから、とりあえずこの骸骨みたいな奴らを倒していった方が良さそうだな。骸骨だよね。はい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 。スピンラッシュはちょっと使えないな。はい。はい。オッケー。一人ずつ。はい。オッケー。これでいく。ヒットアンダーウェイ。オーケーオーケー。ヒットアンダーウェイだ。いけるな。で、一体さっき逃げたやつが多分どっかに隠れてんだよね。なんだ、人がいるぞ。おー、なんだ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 。なあ、こいつは。はい。はい。オッケー。助けを求める者の仮面。あ、用紙の操作トークン。これが、これがあれだな。さっきの照らせなかったとこ照らすやつだ。照らそう照らそう。これ照らした方が良さそうだね。道を見つけないと進みづらいから、さっさと照らそう。これ2って番号ついてるな。よく見たら。ふんふん。で、頭はなんだ？頭装備取ったね。これか。な、これ。気持ち悪いな。雇い主、味方なの？道を。うわ、キモ。一応かぶっとくか。これ強いのか？あ、強いな。今の防御より強い。こっちにしとこう。気持ち悪いけど。よし。OK。よーし、これで道ができたかな、少しは。え？おー、できたできたできた。うわ、なんか強そうなやついるなー。なんか売店みたいなとこあるぞ。まあいいや、進んでいこう。よしよしよし。まあちょっとずつ進んでいくわけですよ、こうやってね。そういうステージなんだろうね。よし、この道を進んでいけばいいのかな。さっき逃げたやつがいるんだよな、絶対どっかに。なんか売店があるんだけど。気になるな。ちょっと待って、こっちもなんかあるぞ。うおー、来た来た。はい。ヒットアンダーウェイ。はい。後ろ来てる。来た。こっち良そうだな。おいしょ。なに？そいつだ。一発強っ！戦機！うっそ！これ。ぶねえ。戦機！よし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 。一発！嘘！めっちゃ強いんだけど、こいつ。とりあえず、こいつは倒さなきゃダメだな、絶対に。戦技入れてもいいんだけど。OK。来るぞ。はい。こちらです !OKOK。クリティカルが入んないと、やっぱあんまり戦技も威力で入んないな。危ねえ。うかつに近寄ると危ねえな、マジで。こいつ。チャンス。オッケー。もう一発。クソ。うわ、めっちゃ減るんだが。2、3、はい。はい。はい。落ち。あと一発。削れば倒せる。何？
うわー、つえー、よし、3度目の正直。ちょ、ソウル回収して。はい。はい。よしよし。2発やった、2発やった。おいしい。千機。おいしい。こちらさんの、もらった、もらった。よっしゃ、来た。こいつマジ強かったな。めちゃ強。これなんだ、これ売店？なんか落としね。チェコとか足音すんだよね。思い出されているを試す。何か思い出せるのかな、ここで。震えてる？いやー、今震えてるもんないな。多分俺が持ってるもので今思い出せるがないんだろうね。びっくりした。なんじゃお前は。ただの、骸骨かこの野郎。オッケー。強いな、バスターソード、マジで。普通に強いわ。普通にやれる。強い一発なんだけど。クリティカルヘッド一発。バスターソード強い、マジで。マジ強い。はい、めっちゃ強いんだから、ガランドの頭骨。おびき寄せを試す。そして解像度に気をつけ、どういうこと？相手もあんのかな、俺。ちょっと待って。頭骨取ったね。怖いんだよね、なんかこの、インベントリ開いてるときやられそうだから。6.6。今のこのなんか、人形頭の方が強いの、まだ。うわ、行くぞ！なんだ？いやー、やっぱ食らうな。やっぱヒットアンダーウェイだな。2発目食らうわ。ひるみ力がない。ひるみがあんまり少ないんだよね。なんだろうこれ。こう取っていいのかな？取っちゃうか。NPC エリアのボスの記憶。これなんか上に行けんだけど、こっち行った方がいいのかな？でも進むのはどう見てもあっちだよな。まあいいや、行ってみるか。おお、行くした。はい。はい。ヒットアンダーウェイ。下もある。あ、NPC ルームだ。多いね、NPC ルーム。置いた。忍耐を試す。おっとっとっと、ここもエレベーターっぽいのがあるぞ。さらに下がある。これは、とりあえず乗ってみるか。どこ行くんだ？下か。さらにまた下行くと。怖っ。なんだ？なんか読み込み入ったな。どここれ？塞がれてる。こっちは？あ、こっち開いた。どこ？あ、これ一番最初のとこだ。いっちゃん最初のとこ。こんなとこまで戻ってくるんだ。ここで繋がるんだ。なるほどね。じゃあ、この下はなんだ？すっげえ下行くな、これ。なんだこれ。怖いよ。敵いそうだよ。いない。ここいそうだな。さすがに。ん？ん？ NPC シティ。ここ開いたな。ん？ NPC シティって一番最初のとこだよ、多分ね。これ一番最初のルームじゃない？なんだこれ？壊れてるよ。足場が。え？これいけないよね、さすがにね。亀裂に気をつける。いや、これいけないっしょ。怖いんだけど、ウォーロックの荒野。え？お前は重要ではない。ハートフルオルター。ん？あっちはなんだ？NPC シティ。NPC シティに戻れないのかな？いや、これ落ちるような、多分普通にな。やめよう。ちょっと待って。マジ行きたくない。ちょっと待って。どうなってんだ、これ。ん？全然よくわからないな。まあ、多分いろいろ経由してんだろうね、こうやってね。鉱山村。これ鉱山村戻るってことかな。てか、めちゃめちゃ広いな。まあ、要するに NPC のこの裏通路で全てのマップが繋がってるってことだよね。これはどこに繋がってんだ？めっちゃロングなんだが。
まあ、どこからでもみんなが休憩所に入れるみたいな NPC たちはっていう設定なんだろうね、多分ね。うん？はいはいはい。ここでこれ乗れると。いや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 、難しいね。また下行く。怖いよ。またローディング入ったな。はい。これ、高座村がいつもの村のはずなんだが、一番最初の、まあ、エリアだよね。うわ、びっくりした。いや、ロックできないんだが。なんじゃ、お前、いやー。なんじゃ、お前は。ん？なんか見たことあるな。あ、教会のとこだ。なるほど。まあいいや、とりあえずこのモーロックの荒野を進まなきゃいけないから、この上行ってみよう。木の上いない？ああ、橋があるんだ。なるほどね。橋で向こう行く感じか。でもこれなんか裏っか行けね、これも。これも行けんだろ、裏。いますね。はい。見えないけど、そのまま、OK。これはどこ繋がってんだ？すげえ迷うな、ここ。うわあ、上にいんのかよ。マジかよ、お前。降りてこいよ。降りてこいよ、お前。じゃあ、お前、この野郎。このくそったら、オッケー。宝箱。よし。はい。ソースウェポンコード。これ多分なんかのね、あれなんですよ。アビリティっていうか、使えるやつ。武器に喪失ダメージを。あー、なるほど。急ソースなきゃダメだ。エンチャントっすね。多分エンチャントができますみたいな。やつっすね。うわー、なんじゃこいつ。キモー！オッケー。空っぽの胸部。ほう。体を取ったと。これは、明らかに今のやつの方が防御力高いっしょ。16.5。19.4。ダメだよね。ダメだね。いや、キモいて、これ、普通に。この顔とつけると。キモない。いや、キモいってこれ普通に。やばいだろ。たださえ顔がキモいのに。こっちいいのかな、言って。腕力の物語って何？クレイトスが使えそうな。クレイトスの愛読書みたいな。いや、痛い！ホーラルートクレイトスが読んでるみたいなやつだよね、多分ね。うん。上下巻みたいな。お、オビワンいるぞ、このとこに。ああ。なんと巨大にして注目の主人公よ、美しい世界ではないか。さまようことで見えてくるものがあるのだが、固く定められた道に縛られた気分だったが、私も若い時は、つまりお前は道中のヒロイズムを認めるのか。誰と喋ってんだよ。もうよせ、大いぼれよ。あそこに、お宝あったな。え？ああ、同じか。お前との決意はどうなったの？何の会話してんだ、こいつら。ごめん、会話についていけないから、また今度ね。ん？これ、こっちで合ってんのかな？いや、キモいてー。ねえ、なんか、花火飛んできたけど、急に。どっから花火？あいつか。だるいよ、ピ。うるせえ。うるせえ、やめろ。やめろ、骸骨を。はい。はい！とりあえず、オビワンとナレーションのおじさんは知り合いってことだよね。それは分かった。くれ、マジで。ほんま暗いんだが、ホラゲーレベルなんだけど、暗さが。あれ、これ進んじゃってんじゃない？うわ、なんだあいつ。なんか強そうなやついるぞ。こいつ明らかに敵だろ。来た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 。うわ、なんか怖い怖い怖い。なんか継ぎはぎなんだけど、この人。ペラペラなんだけど。戦技。いってめっちゃ強い。なんだこいつ。しかもひるまない。ひるまない。いや、めっちゃ強い、こいつ、なんだ？やばい、めっちゃ強いぞ、この人。どうしたらいいんだろう。ワンパン？はい、はい。
距離取って。ワンパン。はい。惜しい。一発ずつでヒットアンドウェイでいこう。はい。オッケーオッケーオッケー。これでいこう、これでいこう。ペラペラおばさん超強いんだけど。マジで普通に。ちょ、怖い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 。ちょ、見た目が怖い、見た目が怖い。マジで。ペラペラ。おっしゃー、クリティカルいった。ペラペラー。直径だから距離感ねえな。あー、いける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 。これいけるわ。これ勝ったら。はい。うん、距離感がないね。おい、この、おばさん、この野郎、妖精おばさん、この野郎、透き通った地図。え、何それ。何、透き通った地図って。何これ。こっちへおいで。スペシャルアイテムらしい。狂った案内の繊細な翼。切断された翼の迷路のように入り組んだ繊維の中に透明な道筋が揺れる。彼女は君に道を示したいようだ。使う。使えないな。装備すんのか？どっかに。アクセサリー的な？違うな。体アーマー？違うな。武器？盾？ん？違うね。勝手にこれ、勝手に発動する系かな？そうっぽいですね。アイテムとして使えるわけじゃないんだ。え、これを取るためだけに俺ここ来たの？ペラペラおばさん戦いに来たの？怖えんだけど、マジで普通に。ペラペラおばさん超怖えじゃん。シンプルに怖えわ。こっちか。あれ？どっち行けばいいんだろう。カンカンの落としたからこっちかな？あ、俺こっちから来たんだっけ？あ、こっちから来たんだ。ちょっと道がよくわかんない。あ、こっちだな。金槌の音するから、この金床の音するから、多分、かがり火があるはず。お、あー、これか。これ多分ないよな、今な。そうだな、アイテムがないんですよね。アイテムがないから、まあ、これもアイテムを回収しないと、あそこのかがり火がつけられないんでしょうね。だから、あれをつけていく、なんかこの火を灯していくみたいなのってさ、腐れ台だっけ？腐れ台じゃない、なんだっけ？なんだっけな。あれだ。ロズリックの、城壁？違うな。ソースの歌。あったあったあった、金床。ここでボンファイアリットできるんだな。オッケーオッケーオッケー。おう。ちょっと待って、あれだけ気になるな。あれなんだ？あの三本のこのなんか鼻毛みたいななんだ？これ何？ちょ、怖いんだけど。あ、光が漏れてるみたいな感じ？え？これ光じゃないの？何これ？プラスチックストローみたいなのが漏れてんだけど。今はダメなやつだよね、時代的にね。はあ、ははあ、とりあえず金床呼んで、こっちも行けんのか？あ、こっちも行けますね。ちょっとだけ見ておくか。これ敵じゃねえの？違うの？てか、ダッシュ好き超早くね、これ。ダッシュ切り。めっちゃ早くね、これ。なにこれ。ダッシュ切り超早いんだけど。あ、ごめん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 。間違えた、間違えた。ごめん、ごめん、ごめん。こいつはね、同じことしか言わないんで、今のところ。ダッシュ切り超早いじゃんね。ダッシュ切り超早いわ。はい。ということでね、まあ今回はこの辺で終わりにしておきましょう。いや、暗くてごめんなさい、本当に。まあ編集でなんとかしてると思うんですけど。あ、待って待って。思い出すあったぞ。ここに。これ思い出すじゃね？思い出すいける！マインクラフター！あ、違う違う違う。マインクラフターじゃあれになっちゃうから。マイクラフター！来た！マイクラフターなのに、あれだね。まだこれなんだ。ポリゴン、リアルポリゴンになってる。リアルだけどポリゴン。これ強いんじゃね？マイクラフター。もしかして。使えそうっすね。ちょっと使ってみるか。次回、マイクラフター行ってみるか。これね、金床つかなきゃ、鉄板を押さなきゃいけないです。これ押すと、親父出てくるから。鍛冶屋よ、来い。来た。鍛冶屋よ、ポン。マイクラフター、これ、強化してもらおうか。はい。打ち捨てられるたくさんの農具と、鍛冶の道具。あんたたちを英雄を嫌っている連中にも仕事があった。これは単に伝統の技術を捨ててたということじゃない。伝統そのものを捨てたんだ。
この鉄道、鉄、たっここは、だからこの上で作り上げてきた名作を再現できるかもしれないぞ。いいね。なるほど。待てよ、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 待てよ。待てよ、待てよ。これさ、ソースを増やして、そうすると、奉仕のなんとかを、ソース9にすると、できた。10にしちゃおう、もうめんどくせえから。できなかった。9にすると多分、奉仕装備っていうのを手に、多分装備できんだよね。奉仕。さっき取った、これだ。奉仕の剣と奉仕の盾。奉仕者の盾。これどうなの？強いの？ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。強いのかな、これ。なんか盾の持ち方変じゃね？え、なんか変じゃね？え、なんかた、え、どういうことこれ。バグってね、これ普通に。おかしいよな。盾前にか、え、ちょっと待って。一回外す？外して、はい。あ、まあ、直った直った直った。こうね。これ強いのか？あー、なんかいまいちだな。まあ、次回はこれでいきますか。次回この、奉仕の剣と、まあ、マイクラフターだな、主に。マイクラフターに行こう。ちょ、マイクラフター強そうだな。マイクラフターちょっと遠くか。ちょっと強化しとく。これ強化したら強そうじゃね？あー、まあ、まあ、普通かな。強化しとこう。マイクラフター強そうだから。クリティカル値はすげえ高いね。どうなんだろう。戦技は戦技ねえわ。これ戦技ねえっす、マイクラフター。まあそういう感じらしいっす。はい、アザスター。